多分手をつなぐだったらいいでしょう。こうなったら手をつなぐはセーフ。はい、セーフ。よし、思い切ってセクハラをするぞ。ギュッ、マジやばい、こいつマジやばいからな。あ、あ、どうしたどうした。手がすごく冷たい、寒いの。そこじゃないだろ、まずまずそこじゃない。あ、風がちょっと冷たかったから。長渕みたいなこと言い出したぞ。任せて、僕の手でいつまでも温める。あー、ダメだ、やってらんねえや、こんなゲーム。なんか手の甲とかにチューしてきそう。はい、どうもこんにちは、コメットショーです。この放送はですね、人気声優の、宮野真守さんの、ラジオスマイルを視聴すべくですね、寝ないために企画した超誰得の深夜生放送でございます。で、今回は、宮野真守さんの主演する乙女ゲームのトゥルーフォージュやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、なんなら狙ってるのマモちゃんじゃなくて谷山貴章さんだったりもするんだけど、まあいいでしょう。で、こちらのゲームはですね、タロット占いで1日の予定タロット占いで1日の予定を決めます。占った結果によって誰に会うかっていうのが運命で決められてます。イカれてら。で、ちょっとアニパワーが余ってるんで、アニパワー使っていきますか。このゲームにおいて兄とは絶対的なメシア的な、まあ小野大輔だからそういう感じの役回りになるんだけど、イカれた役になります。見てください、アニパワーを使うとこの4種類からスロットで何かを選ぶことになります。どうぞ。アニパワー、ダメだ、時を止まれディオかな。で、これで、あ、あ、早い早い、連打早くなった。待って、タロットのカードを全部見ることができます。全部じゃないんだけどね。で、これメモります。好き、何言ってるか分かんないと思うけどライバルやろ、ライバルやる。で、この野間くん、谷山貴章さんがやってます。で、この子を一番に狙ってます。この子のキャラがね、めちゃくちゃ可愛いのよね。こういう男の子を目指せば俺もね、モテんのかなっていう感じ。うん、そういうのを乙女ゲーで学んでいこうかなっていう放送ですわ絶対間違ってるけどね、ぴったり。で、こんな感じで一日のスケジュールを組んでいくっていう構成になりますね。で、この順番で物事が起こってくっていう流れだね。でさ、めちゃくちゃ思ったんだけどさ、一日の初めに占いする高校生マジ嫌なんだけど。いや、マジ近づかねえでくれって思うよね、こういう高校生は付き合ったところでちょっとドン引きしちゃうんじゃないかって思うけど、まあ普通に占いが好きな分にはいいけどね。来ました、杉田くん。あ、キサイくん、何してるの。難しい本を探しにな。なんだそれ、勉強。珍しいね。いや、わけのわかんねえ本を読むとすぐ眠るから。お前は勉強か。そんなとこ、たまにはね、ちょっと調べ物があって、男の落とし方とか不良男の落とし方とかね。そっか、絶対そんなこと言ってない。なあ、お前勉強って面白いか。なんかいいこと聞いてくんね。なんかそんな深い話とかする関係じゃなかったのに。嫌な教科はつまんないけど、それなりに面白いのもあるよ。キサラニ君なら生物とかいいんじゃない。ほら、お花が好きだし。そうかもな。お前、ふーんって言ったか。マイクに入ってないよ。一緒にやらない。あ、行かれてんな。そのうちな。あ、行っちゃった。うん、セクハラ実況でお送りしておりますやるやつが男だと。野間くん、ちょっといいかしら。篠神さん、ライバルだね、来ましたと。で、野間くんっていうのが俺が狙っている男。あ、篠神さん、どうしたの。あ、情報処理室から野間くんと篠神さんの声が。あなた、コンピューター上に理想の女子を作ってるんですね。あ、バレちゃった。
バレてもうた。オタクの趣味が。え？どうしてそれを？エロ本見つかるよりきついな。学園中の女子の間で噂になってるわよ。ええやん。AI の研究のために付け回してたんでしょ。ええやん、ええやん。そんなに噂になってたんだ。知らなかったよ。裸まで見られたんだから当たり前じゃない。理想の女子を研究だなんて、あなたも深いテーマを見つけたものね。業が深いよね。めちゃくちゃ深い罪だね。ありがとう、そう言ってもらえると嬉しいよ。褒めてねえよ。けど褒めてねえよ。けど彼女に恥ずかしい思いをさせちゃったから、もうチェックはやめたんだ。え？え？チェックされるために下着までドエロいのつけてきたのに。あなたのためにドエロい下着つけてきたのに。そう、2回言うな。チェックをやめたのはそういう理由だったの。ああ、そこまで知ってんだ。それは仕方ないわね。見られて恥ずかしいことがいっぱいあるでしょうから。そこも見てもらうの。そこも見て全部分かり合った上でそういうことすんの。付き合うの。え？ん？え？そこ？あ、まあ恥ずかしいとかあるでしょうね。あら、聞いてたの？盗み聞きだなんて、それこそ恥ずかしい行為ね。いいよな、篠上さんのキャラ。絶対友達には欲しくないけど、こういうゲームやる上ではええキャラしてんなみたいな。絶対かませ犬っぽくなるから最終的には。うその点私は違うわ。見られて恥ずかしいことなんて何もない。生き様が恥ずかしいからな。お前はもうすでに素晴らしい研究対象のはずよ。うん、でもあの髪の毛めっちゃ好き。重力無視してくだ、あの髪型めっちゃ好き。めっちゃ触りたい。でもパッツも可愛いでしょ。候補って本当は苦手なんだけど、うん、私抜きで理想の女子を作るなんて、私のいないミスコンが開催されるようなものだと思うの。私を参考にすればもっと素晴らしい理想の女子が作れる。あ、でもさ、ツンデレみたいな人作るんだったら篠上さんいた方がいいよ。絶対にめっちゃエッジの効いたキャラクター作れるよ AI で。この AI 欲しいもんな。この AI、 ママくん、これからは私をチェックしてみて。変態だ。変態がおる。ええー、な篠上さん、気持ちは嬉しいけど僕はもう、もう、もう、それじゃよろしくね。もう決まったんだ。ああ、篠上さんの中では。もうチェックはやめたのに困ったな。ありがとうって感じだよね。あ、はい、します。チェックさせてください。できる分にはいいよな。このゲームめちゃくちゃ内容薄いで有名だからな。きたー、今帰るところ。しゃ、マジで来た。うん、そうだけど、なんか私一人で帰ろうと思ってたんだけど、ん、どうしたの？じゃあ一緒に帰らない？え、うん、急いで帰ろうと思ったんだけど、どうしてもって言うんだったら、いいよ。本当？変態かな。じゃあ行こうか。じゃあ行こう。このくだり毎回やってるわ。毎回やってるわ。そして毎回こっち見んなって思ってる。すげえこっち見んじゃんお前。びっくりするぐらいこっち見るじゃない。でこの青かこのオレンジのところある、この2つビヨン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 って伸びてるから、この4つのうち1つ入んの。でもまずはこっちで世間話だろうな。部活とか委員会やってもいいけど、街とかはあんま関係なさそうで、勉強もそこまで盛り上がらなそうだから、学校生活、これ鉄板な。何でもわかるんです、野間くんのこと。何でもわかるんです。恥ずかしい思いさせない、ごめんね。出たー。これは前の放送を参照していただけると面白いんだけど、めちゃくちゃいい話だったね。主人公の翔子がいる部屋で火事が起きましたっていう避難訓練があったの。
大概そういうのってさ、食堂とかで起きんじゃん。日の元あるか、避難訓練で。そんな廊下で普通集まんじゃん、ああいう時って。教室で起こったらもうすぐに逃げろっていうツッコミがあった回があったんだけど、その時に野間くんは、しょうこちゃん大丈夫、心配だっつって駆けつけて笑われたっていう、そういう回があったんだけど、なバカなみたいな。てか結構ね、男らしくてよかったんだよね。1個目は、ね、テンション上がって終わってくれました。オッケー、いいね。お、かなりいい。あ、今日やばい、今日やばい、乗り移ってる、翔子が。で、上がりました。上がったので、次はもう最高潮になったんで、セクハラっていうコマンドがありまして、このトゥルーフォーチュンというゲームにはセクハラという概念がございまして、逆セクハラなんですけど、まずこれはまず褒めるはまあ大丈夫でしょうね、うん、あんま嫌われることもあるんだけど、こんぐらい親密ないと褒めるは別にいいの。次はもうガン見する、うん、次ガン見、ガン見っていうフェーズがありますけど、これはもうクリアします。次は付き合ってません、この二人付き合ってませんけど手をつなぐっていうパワープレイがあります。うん、パワープレイ PP があるんで、 PP があります。あと寄り添うっていう、お前はもう付き合ってから告ってから寄り添えっていうフェーズがあるんで、でもこれレベル4なんで、これ多分手をつなぐだったらいいでしょう。こうなったら手をつなぐはセーフ。はい、セーフ。よし、思い切ってセクハラをするぞ。ギュッ、マジやばいよ、こいつマジやばいからな。あ、あ、どうしたどうした、手がすごく冷たい、寒いの。そこじゃないだろ、まずまずそこじゃない。あ、風がちょっと冷たかったから。長渕みたいなこと言い出したぞ。任せて、僕の手でいつまでも温める。あー、ダメだ、やってらんねえや、こんなゲーム。こんなゲームやってらんねえや。なんか手の甲とかにチューしてきそう、こいつ気持ち悪いな。はい、やばいかも。あ、オッケーオッケー、この赤はやばいでしょ。で、5ターン目にアタックを使うと、デートに行けます。で、レベル2でデートを 2,3 回もこなしてます。で、レベル3になって初めてのデートを行います。これは完全に行ってくれますと。はい、オッケー。何持ってんだろうな、あの画用紙な。野間くん、よかったらでいいんだけど、どこか寄ってかない？もちろんいいよ。どこへ寄ってくる？で、レベル4の時は喫茶店行きました。うん、で、メイド喫茶行こうってもう約束してます。野間くんの行きたいところでいいよ。じゃあゲームセンターへ行く。ゲーセンかい。この間の白熊のアイピローが取れるかもしれないよ。あ、で、デートみたいな感じで、ゲーセン行ってこれ取りたいなみたいなこと言ってたことがあった気がします。うん、いいよ。駅前はラブホに行っちゃう？クレーンゲーム、クレーンゲームっと。ふんふん、どう？またダメだよ。どうも白熊のアイピローは人気なのか、取りにくい位置に置かれてる。あるある、ワンピースのフィギュアとかめちゃくちゃ取りづらいとこあるんだよな。あれ YouTube でそういう系のやつみんな大好き。すぐ簡単に取ってんなと思って自分もやろうと思うんだけど、全然取れないのよね。そっか、がっかりしないで、せっかく来たんだし他のゲームをちょっと遊んでみようよ。うん、いいね。やっぱそれに固執してさ、ガンガンやってて彼女置き去りっていうパターンあるから、こういう風にね、いろんなところ見てくれるのも嬉しいかもね。うん、いいよ。こうして一緒に過ごした。簡単っす。簡単すぎるな、ちょっと。次回行こう。部活してるの？なんとなく一人になりたい気分だったから。やばいじゃん。どっか行こうか。ああ、君はいいんだ。なんで？話さなきゃならないことがあったから。来たー、告られる。これ俺だったらこれどういう風に告るかなっていうシチュエーションとかやった方がいいわ。で、夕方の夕暮れの情報処理室で
好きな女の子が来ました。でちょっと弱い部分見せてんの、もうすでに俺は。帰んないでまで来てるわけ。あ、もう決まったわ。何言っても OK だわ。好き、これだろうな。カタカタカタ。え、まだ帰んないで。え、じゃあどうしたらいいの。うん、好き、これでいいだろうな。もう好き、好きじゃなくてすけって感じ、すけって感じでいいだろうな。うん。